江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、警告さん、日本の薬にね、難癖つけてるというかですね、こんな記事が出たんですよ。パブロンに警告が難癖。はい、こちらがね、まあ警告でもインターネットで売っている、まあ日本の薬のまあ広告の画像らしいんですけれども、それではね、行ってみたいと思います。くーちゃん、お願いします。服用するとしきりに飛び出してきた咳と痰が落ち着いていいですね。会社員 A 氏は日本の国民風邪薬と呼ばれるパブロンゴールド A 愛用者だ。季節の変わり目になると海外自家工サイトを通じて該当風邪薬を購入したりする。しかし厳密に言えばこれは不法だ。パブロンゴールド A は国内で許可を受けたことがないだけでなく、海外自家工購買代行などサイトでは注意事項など最小限の情報も提供しなかった。さらにこれによって発生する被害から保証を受ける方法もない。食品医薬品安全ところ食薬ところは8日、季節の変わり目によく使われる風邪薬、解熱鎮痛剤、鼻炎薬など薬事法に違反して不法販売斡旋広告した掲示物284件を摘発し、放送通信審議委員会に接続処断を要請してと明らかにした。摘発された医薬品は、総合風邪薬など解熱鎮痛剤255件、アレルギー鼻炎喘息などアレルギー性疾患に使われる抗ヒスタミン剤29件だった。これには、パブロンゴールド A も含まれていた。パブロンゴールド A に含まれるデヒドロコデイン成分は、患者の咳抑制の他にも、小児患者の呼吸を止める危険もある。このため、食品医薬品安全ところは、12歳未満の小児、18歳未満の肥満、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、重症肺疾患などの患者への投与を禁止している。海外自家工品目として、往々にして挙げられるタイレノールは、一般医薬品で、国内でも簡単に入手できるが、国内価格が、海外自家工価格より、約3倍、差がある。海外自家工族が少なくない理由だ。高いね。問題は摘発された医薬品が国内許可を受けたことがなく、海外自家工と購買代行などの方式でオンラインで流通された海外医薬品という点だ。タイレノールの場合もそうだ。外国で作ったタイレノールなら国内許可が必要だ。外国で作った薬が国内基準を満たしているかどうかはわからないからだ。このため副作用発現時に適切な保証も受けられない。食品医薬品安全ところは、オンラインで販売される海外医薬品は、製造流通経路が明確ではなく、医薬品の真偽、安全、効果が確認されなかったとし、該当製品の服用で発生する副作用は被害救済対象ではないので、絶対に購入してはならないと強調した。はい、というね、記事です。まあ、難癖というより、まあ、国慶国の国内法では、まあ、買ってはいけませんよっていう、まあ、記事ですね。はい。ところがです。こちら。警告の反応を言ってみましょう。それでは1人目。いや、なんであれを買って飲むの。日本の薬一つも良くないんだけど。日本の薬局に売っている薬はどれも成分が弱いのに高いだけ。え？タイレノールもアセトアミノフェンの最高容量が300しかない。日本に住んでいる警告人はみんな警告に行ったら風邪薬を買ってきます。日本の薬を飲んでも効かないので。最近は、渓谷のものが何でもずっといいのに、日本のもの、アメリカのものをどうして探すのか理解できないね。02。汚染水をなぜ飲むのか。4。何？やる気？国産が最高だから、国産を買って飲みましょう。01。今は、薬まで新日をしますね。不法を刊行してでも、日本の風邪薬を飲む新日をなぜするのか。ユン支持者は、本当に不思議です。01。海外直行で医薬品を一度ずつ購入しましたが、注意しなければなりませんね。有益な記事ありがとうございます。23。はい、というね、意見でした。それではですね、こちらに対してチャット反応、あ、まだ言いたいことあるみたいです。それではね、ちょっと行ってみましょう。こちら1人目。あえて処方なしで簡単に解決できる薬を医師の処方または薬局で高いお金を払って買えというので直接購入するのです。薬代から下げるなりしろ。日本人がバカだから問題のある薬を常備薬のように使うのか。329-11。パブロンは本当にいい薬なんだけど、国内風邪薬を100日飲んでも効果がなくても、あれ一つ飲めば治るんだよ。
東南アジアの薬より K 国の薬の方がいいよ。でも日本の薬を全部真似して作ったのが K 国の製薬なんですが、168-24、日本、アメリカですでに検証されて正常に市販されている製品なのに、なぜ国内でまた検証をしなければならないのか理解できないね。あそこがずさんに検証しそうな国でもないのに。118-5、被害救済？いつ救済してくれたことがあるの？66-2。でもバブロンを見ると年齢によって接種制限の内容が書かれていますが、31-1。日本もアメリカもスーパーで買って飲む風邪薬を警告人が買って飲むと大変なことになるという論理が正しいのか。警告人の場合はな。そしてどの風邪薬の成分でも副作用が発生したとき被害救済をきちんとしたことがあるか。外国に比べて国産薬の値段が同じ成分なのになぜ3倍も高いの。食品医薬品安全ところはそれから解決してみろ。23-0。国内で高く売れる薬は飲んで副作用が出たら誰が責任を負いますか。その薬のせいだと認めてくれないくせに。21-0。日本人と同じ黄色人種じゃないか。それらの薬はすでに数十年にわたって日本で安全性や薬効が証明されてきた薬ではないのか。それだけ副作用が多いなら日本でも販売禁止になるはずなのに、よく売れる理由はなんだ。10-0。海外でも不法ならともかく、海外では許可を得て販売する医薬品が警告人には特に健康を害するものがあるのでしょうか。わかんないよ。ゼロ。日本のドンキホーテで誰でも買える薬なのに今更何よ。そしてこれら効果は最高。5-0。日本産は全部いいんだよ。ここで日本の悪口を言う人たちはドンキホーテに行ったら買いたいものが多くておかしくなると思うよ。26-22。今年初めから K 国のマスコミがバブロン風邪薬について否定的なニュースを流しています。一つや二つの報道機関なら偶然と思うかもしれませんが、主要報道機関はもちろんいろんな報道機関で記事を作成していましたね。案件か。それに合わせてバブロンの海外直接購入も難しくなりました。おそらく国内製薬会社がマスコミを通じて持続的にバブロン風邪薬に対する牽制をしているようです。もちろんコメントにもあるようにそのような努力があまり効果はなさそうですね。国内製薬会社もマスコミプレイに力を入れる代わりに研究開発を通じてバブロンのような風邪薬を出してはどうでしょうか。4-0。記者に金を渡してね、こういう広告的な記事を警告書くんですよ。ヘアワックスもギャツビーが最高、警告のは使えない。0-1。はい、というね意見でした。それではですね、チャットの反応いきたいと思います。はい、それでは、これね、じゃあね、上の方からいきますかね。お前らには何にでも効く白い薬があるじゃんよ。パブロン、ゴールドはシークニチンが好きらしいね。箱の色味でわらわら。そうだ、日本の薬は日本人用なので使わないでね。パブロンは人用のお薬ですが。海外医薬品を買うのは自己責任だろ。てか、日本の薬品とか買うなよ。真っ当な人間には効くはずなんだよな。大体、日本の市販薬は効き目を抑えて患者自身の治癒力の補助的な役目じゃなかった。接種制限が書かれてても読んで理解できないで飲んでるんだろ。日本の薬は人間用だからな。ドンキのお菓子も偉いことになるやつあるからな、わらわら。イジェミョン、イルボンさんのシャンプーは最高にだ。正規品とジェネリックは成分外のものが違うので、わらわら。聞いたよね、早めのパブロン中くらい風邪の引き、初めに飲むものだから、効き目はあんまり強くないはず。風邪ひいちゃってから飲んでも効きは弱いのよ。ギャツビー関係ない、わら。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、また。